昨日夜、新居浜市の国道交差点で車とミニバイクが衝突し、ミニバイクの男性が意識不明の重体です。事故があったのは新居浜市土橋の国道11号線の交差点です。警察によりますと、昨日午後7時15分ごろ、国道を走っていた軽乗用車が前方にいたミニバイクと衝突。ミニバイクを運転していた市内北新町の会社員伊藤隆さんが市内の病院に運ばれましたが、頭などを強く打ち意識不明の重体です。警察は軽乗用車を運転していた西条市新田の会社員岩岡博樹容疑者を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。調べに対し岩岡容疑者は容疑を認めているということです。現場の T 字路交差点は見通しは良く、警察は事故の原因を詳しく調べています。